カセットでお願いします。いいな、まあ、はい、じゃあよろしくお願いします。はい、じゃあ先手キープします。キープします、はい、ね、はい、やばいね。マリガンでしょうか。マリガン、はい、じゃあ6枚、はい、どうぞ、はい、きます、はい、うん、キープします、はい、お願いします。うん、やつくね、はい、じゃあよろしくお願いします。はい、じゃあ確認しておしまいです。はい、おしまいです。さあ、白、どうします。聖なる中央、山を置いて、はい、成長しても勝者。お、カニ、カニ、みんな大好き。おしまい、おしまーす。はい、お、カニか、よかったね。はい、決しました。おしまい、はい、どうしまーす。こっちはね、まだまだいっぱい直近勝、はい、気持ちよし。3まで、はい、軍勢の戦用具、お、お、使ってしまった勝負。はい、またあります。はい、1、1、出ました。アタックです。はい、19です。おめでーす。はい、お願いします。これね、これなんですよね。まあ、怪しげな、はい、軍団兵だし、こいつは何をするんでしょうか。こいつはですね、まあ、2マナ速攻、はい、してこいつを対象に呪文を唱える、はい、プラス1カウンターを変える。はい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 、はい、こいつにジャイグルを唱えると、はい、さらに1カウンターが乗って、さらに戦術できる。おお、強い。はい、アタックします。アタックします。アタックします。はい、その2点で、はい、おしまいです。アタックします。どうします。はい、おお、悩むね、悩みどころ。おします。いいです。うーん、これかな。お、2体目、2体目。オーマイガー、2体目いきます。出ました、はい。コンバット入ってよろしいでしょうか。今、アリーナでこう顔を上手くてなんかアップですよ。コンバット入ります。グッドゲーム。いや、違う、なんか。はい、で、強度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 、1点これ1、2、3、4、5、6点です。はい、はい、これ、いい変な顔したけど見えない。どうしまーす。フルーナー、嘘です。あ、気持ちいい。え、16点一気に死んだりしないよね。いや、どうか。上がらん、上がらん。あ、じゃあ、ごの石ものフェゾ、新しいやつね、はい、こっちやるときに、はい、まあ、僕のクリーチャー何か対象に取ると、それを、まあ、解決したら、まあ、追放して、次のエンドステップにもう一回手札に戻って、はいはいはい、何回でも、何回でもコンバットリーチャーが出る、はいはいはい、そして謎の一番謎の一番。うーん、なんとか、いい感じで出れないでしょうか。この一番なんだろうな。どうしまーす。あ、なんだろう。困ってないってよろしいでしょうか。どうぞ。はい、じゃあオールインクローラーに2体を倒して、強制なので全部殴ります。これじゃだけでいい。いや、ゴーリン投げ、ゴーリン投げ、ゴーリン投げ、はい、はい、じゃまずこれと、はい、捕食しますね。はい、投げますけど、まあ、3点です。3点、はい、10、バイバーイ。叩きます。4マナで、はい、フェニックス、フェニックス、マジ OK。 そしたら、メインフェーズ、はい、区間の一撃をこいつに備えます。どうぞ、はい、そうすると最初となられたので、まず1カウンターが乗って、はい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 、戦術します、はい、うん、なるほどね。どうかな、これ。いや、結構きついな。で、下かな、下で、もしかしてその後ワンドロー、その後でプラス1されてワンドロー、はい、ワンドローで追放されます。え、もう一回、じゃあエンドフェイス、はい、どうぞ。戻ってきます。え、強い。何回でも打てる。何回でもワンドができてしまう、はい、一応止まってるように見える。フェニックス。止まってるように見える。いやいやいや、これがね、これがきついんですわ。ボリン軍団縁に湧いてる。縁に湧いてるんだね。強制セントなんですよ、ただこいつは違うんですが、なんと先手出しますと。はい、出ました。はい、まあ、こいつね、3回でもまあいいんだよね。もうすでにアダップで4点を払うのすごい痛い。痛い。戦いのカウント、これでこれ、プラス1カウント、最大、まあ、2体対象として、はい、プラス1カウント1個で、はいはいはい、追放されます。え、それもそれもさ、どうぞ。ただね、アタックいけないかなね。ですね、
じゃあエンドに戻ってきます。はい、戻ってきます。それインスタント、これ総裁、これ総裁、じゃあ一応プライチのワンドローがある、見えてる情報でドローします。なんて払いたくなさすぎる。そうだね、手を払えない。フェイクス殴りゾーン、じゃあ戦闘入ってよろしくか、はい、はい、ゴリまた湧きました。やばい、これがね、5体アタックして、お3体ブロックでしょうか。3体ブロックコースだ、はい、2点だけお願いします。1点下げて果たしてライフは持つのであろうかみたいな、つまんな使い捨てでゴリ。じゃあ俺は第2メインフェーズ、はい、人の嫌がることをしろって言われたんでフェニックス、あーあーおしまいです。攻撃、あじゃあ、そちらメインフェーズ、はい、じゃあまた、え、どうぞどうぞ、もう何回押してください。どうぞ、そうっすか、そうっすか、じゃあ、お言葉に甘えて、していただきます。前日さすがに下、さすが下で、で、はい、マンドロー、はい、追放で、おかしいよ、何回も、ちょっとさっき言ったけど、これフェイスはきついね。いやー、いやいやいや、こっちもね、プレゼントはどんどん大きくなっちゃう、ね、あのおもむろに打ちます。どうぞ。で、フェニックス映えるんだよ、はい。で、どうぞ。じゃあ、追放する。で、これ、こっちを追放されて、どうぞ。いやー、いやーっていうのいっぱいあるよ。あ、いっぱいあるの、そういうのいっぱいあるんだけど、フィーチャー引きたいんだよ。フィーチャー、フェザーがね、なんか伝説だからね。あー、そうだね、ちょっとね、ちょっとね、2回も誘発されちゃうと困る。で、いや、もうこれは贅沢に、贅沢に1回きます。そう、2枚これ、毎ターン2ドロー、毎ターン2ドロー、まあ、流れ下です。はい、イエーイ、助けて。はい、これで、さらに戦いの覚悟、はい、OK、これで6位取って、これで1個持って、で、はい、して、で、追放されて、で、一生殴れないやつですね。一回いくらに殴らせてほしい。じゃあエンドに行きます。はい。今、はい、ライフ下げる？どうします？ショック欲しいんだね。普段あんだけなんかいろいろやってるの、普段7枚やる。7枚やる。全部で1個でしょ？で、4、5、6、7、8、10点ぐらいありそう。気がする。はい。サンマラ。はい。こちらを捉えたい。むむ。じゃあ、おもむろにかかんない地域。はい。出した。ハンドロー。あ、置いて、ワンドローします。はい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 。出ました。はい。じゃあ、その、こう持ちます。はい。はい。コンバット。はい。ゴブリンが湧きます。むむ。殴ります。これはフルパンして、はい、これはでもでかいとこ止めてもちょうどこれででかいとこ止めてもこれ救急だただ救急なんだけど一回も殴れず、そうですか、こいつ殺してる場合じゃなかったんだ、いやいや助かった。ね、2、4、6、パン12点です、ね、はい、買いましたー、イエーイ。はい、デッキ紹介ということで、はい、じゃあまずはタオフ君の、はい、グルールからですね、はい、まあ、これもさっき使ったアガタンと一緒で、まあ、攻めるデッキの一つなんですけども、まあ、アガタンと違ってクリーチャーが骨太、まあ、タフネスがね、3とか4とか超えるカードが多いので肉技場の叫びとかにも強いデッキとなってます、うん、で加えてブレインズウォーカー山盛り、さっきの俺のエスパーコン、エスパーミッドレンジと同じような、まあ、同じぐらい入ってるしね、2、4、6、8、10枚入ってます。これ結構マナコストが5マナと重いブレインズウォーカーなんですけども、マナクリだったりとかドムリーラーでこのマナ生み出す能力使って4ターン目に出せたりとか、最速3ターン目かな、1、2、3、そう、ラノワールドエルフドムリーから5マナのブレインズウォーカーまでいけるっていう、まあすごい分回るとすごいデッキとなってまして、なんでこんなブレインズウォーカーいっぱいいるかっていうと、このサルカンの能力でプラス1するとブレインズウォーカーが全員4、4ドラゴンになるという能力なんで、
なんでこれがこう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 って出した後に3巻出すとなんと16点っつって、まあ、3巻にしてはちょっと紹介なんですけど、まあ出したターンはだけど次のターンからこいつも殴れる、まあ、そう、まあそれまでにね4点だけ削ってればじゃあバーンっていけるだけなんでこいつプラスした後にさマイナス3で44スイングドラゴントークン出してもいやそうなんですよ、いいわけでしょ、強いんですよこれ。でまあアドバンテージとかね、こういうチャンドラとかビビアンとかで細かく取って、うん、クリーチャーを切らさないようにしながら、まあ、ドムリラフでは格闘の能力があるので、まあ、フェニックスとかとねこういうカードこういうカードとあの格闘したりして相手のクリーチャーを除去したりして、まあ、ニッサもね土地を余った土地をクリーチャーに変換できたりするのですごい、ミッドレンジと言いながらも長期戦にもかなり強い力となってます、うん、まあ、結構ねこいつイラノワールのエルフからの、はい、グルールの呪文砕き、はい、で4ターン、3ターン目にこいつ出して格闘みたいな、あそうですね、これも強いですね、ポンポンみたいな、このカード出してこれで格闘とかね強い動きになってます。やっぱり、ね、ブレインズウォーカーは強いですね、はい、結構もう蹂躙する感じの相手を蹂躙していくみたいな感じで、まあ、全部闘争対戦のブレインズウォーカーなんで、うん、よければバックの方もお買い求めお願いします、蹂躙していくはい、はい、というわけで、じゃあ次はこちら、ボロスフェザーですね。はい、まあ、一番はこの、アガナイシモのフェザーというカードですね。こいつに、まあ、インスタントソーサリーを自分で唱えると、まあ、それがもう一回使えると、ね、エンドに戻ってきてもう一回使えるっていうふうになってます。なんで、例えばこういう一番の防護の光っていうカードも入ってて、これ、クリーチャーが一体破壊不能を得るってことなので、除去に対して、じゃあ防護の光を打ちますって言って、除去を外してきます、はい。そうするとこいつは、追放されて、また手札に戻ってきて、ずるい、もう一回除去してきますって言ったらもう一回ずるいねしたりとか、まあ、あとは戦いの覚悟っていうので、まあ、こいつはプラス1カウンターを置く操作になんですけど、まあ、フェザーともう一体例えば第10巻区のグルーガン兵っていうので、まあ、例えばこうやってこいつに対象じゃなくて俺らのクリーチャーどれでもよくて対象だ、はい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 、なんで、こいつ軍団兵に、唱えるとまずこいつの効果でプラス1カウンターの戦術して、でさらに戦いの覚悟でプラス1カウンターがさらに乗って、うん、で追放されてもう1回手札に何回でも使える、何回でも使える、毎ターン使える、そうそうそう、あとね除去もあってこの効果を使った無謀な怒りっていう、はい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 、こいつ自分のコントローラー自分と相手のクリーチャー1対1対象に取るんだけども、はい、自分のクリーチャーに2点、はい、で相手に4点あって、はいはい、で俺に入っこっちに入ってるクリーチャーって多分こういうやつね、高いですか、高いので、はい、例えば2点与えたら1残るで相手に4点与える、はい、対象にしてるので、でフェザーってことずるい、もう一回自分使えないでフェザーいなくてもまず打ちます、はい、除去して戦術の技術でアタックします、こいつパワー1なんで1マナが再利用できます、はいはい、もう一回打てる、ずるい、まあ、これ打っちゃうとこいつ死ぬんだけど、まあ、そう単中にやっちゃうとそれでも2体、まあね、次のターンにもう一回打てるみたいなねあるので、まあ、そういう風な面白いギミックというかあるので、はい、結構ね今の環境の、まあ、赤ターンとかの稲妻とかショックとかに比べてじゃなくて、まあ、屈辱とかね、はい、まあ、重い除去が割と多い気がするんで、普段ね、使われないようなカードも入ってて、ね、うん、面白い。でそれに対して、あの、はい、向こう、防護の光、はい、向こうの光、あとなんか、ドローするやつもありましたね、ああ、そうそう、かかんない一撃、これはまあ、プラス1、0でほぼ何もしないようなカードだけども、ワンドローがついてて、はい、まあ、適当に、暇なタイミングで打って、うん、ドローし、じゃあ、キャントリップでドローしまして、これ、帰ってきますので、もう一回ドローします。いや、ずるいよ。仮にね、墓地に落ちててもね、もう一回打てるわけだからね、うん、自分のターンで打って、相手のターンで打って通常してはいはいはい、確かに確かにまだ頑張ってればそういうこともエンドフェーズに返ってくるから、うん、まあ、膠着したらかなりそうそうそう、プラス1カウンターとかでかいし、ワンドローもでかいし、まあ、ちょっと、こいつら並べるために時間が少しだけかかるはいデッキであるんだけども、はい、まあ、ただ、膠着状態だったらこういう、こういうね、かかんない地域とかでどんどんドローしてて、もうこいつらどんどんでかくなっていって、まあ最後押してくるみたいな、そう、ボロスカラーなのに長期戦に強いっていうね、うん、面白いデッキなんで、そうです、はい、なのでぜひぜひよかったら読んでみてください、よろしくお願いします。というわけで一勝一敗、一勝一敗、いや強い、運命3本目ということで、負けた方がね、はい、何すんの何かあるかもしれない何かあるかもしれない聞かされてないんですけど、はい、というわけで3本目いきます、はい、いきます。